北邦夫49歳、愛する妻と二人暮らし。子供は作らずにやっていこうと計画していた私たちだったが、引田さんの子供に会いたい。この日の妻の一言で全てが変わった。明後日の夜開けといて。勝負デーだからさ。しかし引田さん、大変なことになってるよ。精子の8割は動いてない。禁酒から墓参りまで、さまざまな妊活ミッションに明け暮れる日々。お願いします。子供が普通に生まれることだけで神様が担当するくらいの奇跡なのだ。子供なんて授かりもんなんだから、健康なお前が体を危険にさらしてまで、なんでこんな男の子供を産まなきゃならん。引田さんが好きなの。引田さんとだから頑張ってるの。いっぱい泣いていっぱい笑って夫婦になっていく。引田さん、誤解人ですよ。でもね、今回はいけると思う。本当？いける。いける。いける。Friday.